こんにちは、ようこです。今回は12月31日大晦日のドイツのデュッセルドルフ市のオペラハウスをご紹介させていただきます。電報に見えるのがオペラハウスの、お店、ショップになるということです。で、劇場はさらに、歩いて進んだところになります。今日は、12月の31日の17時半のデュッセルドルフの中心街にいるんですけれども、結構ね、静かですね。もっとね、ちょっと賑やかかなと思ったんですけれども、おそらくアルトスタッドの方に行けば、たくさんの人で賑わっていると思うんですが、で、今日はこれから私たちは、オペラハウスで、コウモリというね、このオペレッタを見に行く予定です。こちらの建物がオペラハウスになります。で、ちょっと私たちもね、来るのが初めてなんですけれども、今、この18時前なんですが、1時間後に、このオペレッタが始まるということなんですけれどもね、まだそんなに人もね、来ている様子がないですけれどもね。入り口は前方に扉があるんですけれども、行ってみたいと思います。こちらですね。え、ウィコネゲヘンダーアバウイ。こんにちは、ようこです。今現在12月の31日の、夜の、18時前になるんですけども、日本の皆様、ハッピーニューイヤー、明けましておめでとうございます。もうね、すでにね、8時間日本の方が進んでいるということで、もう日本は新年2023年を迎えられているんですけども、ドイツはまだちょっとね、8時間遅れた状態なので、今大晦日ということで、で、今晩は、私たちはこの大晦日になるんですけれども、このオペラハウスでコウモリというね、オペレッタをこれから見る予定です。で、会場なんですけどもね、ちょっとちらほら、このお客さんね、来られているんですけども、まだね、ちょっと中にまで入れない状況です。チケットなんですけれども、夫が今回インターネットで購入してくれました。で、1人、お値段なんですけれども87ユーロということで、だいたい日本円で1万円ぐらいなんですけれども、席はね、ちょっとどういった席かまだわからないんですけどもね、1時間前に、この、ね、会場に入れるということなんですけれども、だいぶね、人が、お客さんがね、来られました。今、会場が開きました。これからちょっと入場したいと思います。はい、この向かいで、このね、コートとかもね、預けれるということですので、今からね、預けたいと思います。ちょっとね、上の方にね、行ってみたいと思います。まだ開園まで1時間ぐらいあるんですけれども、席がちょっとどこにあるのか確認したいと思います。こちらね、なんかウェルカムドリンクをね、いただけるみたいなんですけれども、インクルーシブ？いや。なんかこのチケットに入っているってことなんですね。
ウェルカムドリンクで、ワインとかあとスパークリングワインとかもいただけるんですけども、ちょっと私たちアルコール飲まないのでお水をねいただきました。いやミッドワサまずまずちょっとねお水でね乾杯したいと思います。お水ですはい、ピエールメンシェンよ。結構ねたくさんの人でねにぎわっています。まあ、上演が1時間半ほどされていて、でその間の休憩なんですけれども、まあ、このように今現在ちょっとあのホールから私出てきたところなんですけれども、皆さんね、このように今ちょっと飲食されたりとかで、まあ、休憩されています。でこの、コウモリの、まあ、オペレートなんですけれども、あのオリジナルを想定していたんですけれども、まあ、曲はそのまま、ね、使われているんですが、内容があの若干、ね、ちょっと今のテーマなんかも取り上げられていて、演出なんかもちょっと現代風なんですね。ですからねちょっと思っていたのと違っていたのでちょっとびっくりしたんですけれども、でもこの大晦日らしく華やかな舞台で、すごく、ね、楽しいです、まあ、残りの、ね、後半も楽しみたいと思います。今休憩時間中なんですけれども、3階のこの座席のところまで来ました、かなりねちょっと高さがあるんですけれども、こんな感じです。
で下のエリアのところに、オーケストラの方々がね演奏されています。私たちが座っているのは、1階席になります。全体が見えてねかなりいいお席になります。で今このもうオペラッタが終わったんですけども、トータル3時間ほどの、このねコウモリのオペレットだったんですけども、ちょっと現代風にアレンジされていて、ちょっとねシビアな内容とか面白い部分もあったりして、すごくね楽しめました。これでねいい年が過ごせそうです。既にいるんですけれども、このすっごい花火がね上がっています。ハッピーニューイヤー。